ペコパ。ペコパはシュウペイと松陰寺太勇からなる日本のお笑いコンビ。2008年4月30日から先輩後輩のコンビ名で活動を開始する。2013年9月にコンビ名をペコパに改名した。さんまのお笑い向上委員会、今夜は謎トレ、有吉の壁、桜井、有吉ザ、夜会、痛快 TV、スカットジャパン、爆笑ファクトリーハウス、わらけずりなどの番組に出演。また2014年第6回お笑い全日本カップ優勝、2019年面白そう優勝、2019年 M1 グランプリで3位を取った。ネタは漫才、コントともに行う。全肯定漫才、多様性漫才とも称される。